きチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ今日はですね、はい、どうする中日、どうする楽天、最下位からの逆襲を考えようっていう。はい。こうなると。中日が現在最下位。はい。まあ今日時点、40試合終わって13勝17敗、借金14。はい。首位とのゲーム差が5.68、12.5 ゲーム差です。わーおー。ちょっとこう離れすぎてるね。でパ・リーグ楽天、はい、現在39試合消化、うん、15勝23敗1分け、うん、借金8、はい、1位ロッテとゲーム差が 8.5、まあ、まだ交流戦で、うん、まだいける感じだね。そうですね、まだまだ7ゲーム差ぐらいはうまくいったら伸ばしたり縮めたりできるから、うん、パ・リーグは結構 A と B で差が出てるんですよね。ちょっとね、うん、でもよ、はい、どうするっていうのを考えようっていう皆さんと一緒に。そうなんですよね、うん、じゃあまずどっちからいきますか。まあ、まずはじゃあ、あの楽天から。はい、お願いします。どうですか楽天。あのですね、やっぱりこう一番は打線なんですよ、うん、私中日の方がまあ借金とか多いんですけど、うん、私の印象はですよ、うん、中日って結構打ってる選手は打ってるんですよ、うん、3割とか、うんうん、こう調子のいい選手はいる、うん、けど繋がらなくて、あとちょっとこう痛恨のミスとかも多くて、うん、負けてるイメージあるんです、うん、楽天は調子のいいバッターが一人もいない、今まで一人もいないぐらいっていうのは。そうだね、鈴木大地最近本当ここ数試合です。あのロッテ戦打つから。そう大地ね。そう、それ以外がやっぱ打線が繋がらないなって。やっぱなんて言ってもよ、はい、俺のギッテンス。俺の、ああ皆さんね、あのこれはですね、あの袴田さんとも先生ですけど、はい、打率、ホームラン、打点、はい、防御率、勝ち星、貯金っていうの中で12球団から1名ずつ選んで、はい、自分で12人の選手を作って、はい、そのトータルを競うっていうゲームやってるんで、はい、あの概要欄貼ってきますから、はい、まだ見てない方はそこを見てもらいたいんですけど、はい、ホームラン、はい、代表、楽天代表佐々木チーム、はい、ギッテンス、はい、オープン戦めっちゃ打って、はい、また怪我してるじゃないか。だって今年はまあ1打席目はいるよねって話をしてた。去年ね、1打席目で怪我したのに。そうそう、1打席目も立ってないじゃん。立ってないですよ。どうなってんの。開幕直前に怪我をするという、うん、はい、しかもね、外野の西川1割台、辰巳1割台、島内1割台。そうなんですよね。で頼みの浅村がホームラン7本打ってるとはいえ、うん、2割1分4厘、うん、トレードできた阿部が1割3分8厘。阿部選手もやっとこう1軍に戻ってきたところですね、うん、で外国人スケートフランコ2割3分、はい、打てなさすぎてやばいね。だってチーム打率2割1分1厘、ダントツ最下位よ。そうなんです。ちょっとこう打線がここまで。ホームランはね、33本で1位なの。1位ですか。そう、ホームランだけだと。1位、パリ1位なんだ。そう、知らなかった。でも確かに点取るときって基本ホームランでしか点取ってないんです、ほぼ。で単打184本は、うん、はい、あの唯一の100本台パ・リーグで、で、ツーベース42本、唯一の50本以下でもホームランは1位。へー、そうそう、点はねホームランで取るっていう、うん、もう。で得点圏打率2割8厘、うん、ワースト2位です、はい、しかもよ、うん、こう得点圏打率2割8厘問題あるじゃん、はい、もっと問題あることあるよ。得点圏打数っていうのがあるよ、はい、286なのよ、うん、そんだけ回数があったってことですか。そう、うん、いや、そんだけしかないのよ。でワースト、待って、多いチームどんだけあるんですか。一番多いチームがオリックスで353、だって70打数違うんだよ、得点圏の。だってチャンスがそんだけで少ないってことですよね。そもそもチャンスないくせに、はい、チャンスでもヒット打てない、はい、でだからホームランだけの、うん、頼りで点取ってるってことなんですよ、本当にそうで、うん、でそうだったらよ、はい、ちょっとでも際どいことして小刻みなことしてやっていこう、うん、ビダ成功率、うん、7割8分でダントツ最下位です、はい、バント全くできないです。そんな成功率低いですか、うん、唯一の 7割台。あら、失敗しまくり、はい、バント。イメージはあるけどそんななんだ、うん、だからそこなのよ問題は。いい数字がで、ダブルプレーパ・リーグ1位です。ああ、もう良くない数字しかない。だからよ、トータルすると、はい、打ちません、
ヒットも少ないです、はい、ツーベースも少ないです、はい、でもホームランは一番多いです、はい、得点圏打率低いです。そもそも得点圏あんまりありません、はい、バンドで進塁させることもできません、はい、強行するとダブルプレーになりますっていうどうするちょっと考えようよ。このままじゃそのさ、はい、やっぱりさ打つの待ち厳しいじゃん、はい、どうするか考えようよ。どうしたらいいですか。これはまず、はい、バントもっと練習させよう2軍から、そもそも、はい、俺は、うん、まあね前言ったけどプロ野球選手なんてバントしたことないやつばっかりだから、はい、バントなんてへぼくて当たり前って言ったけど、うん、俺が一番ロッテで恵まれてたのは、うん、バントの名手の、はい、パリーグ平野健さん、はい、セリーグ高橋芳彦さん、うん、この2人に俺はバントを教えてもらったから、はい、コツがめっちゃ知ってるわけよ、はい、だから俺は左右バッターだけど、はい、左足敷いてこうオープンスタンスのバントのやり方もメリットデメリット知ってるし、はい、こういう風にやる、ね、クロスにして構えるバントのメリットデメリットも知ってるし、はい、どっちのやり方も、うん、やり方の知識は全部平野さんと芳彦さんに教えてもらってるから、はい、めっちゃ知ってるよ、うん、セーフティーバントのやり方とか、はい、めちゃくちゃこれ教えてもらったら簡単できる、はい、だからバントはやったことないやつでもちゃんと教え方したら絶対できるようになるんだよ、うん、教えよちゃんと。もうだって教えてくれてる人がいないってことですか。いや分かんないよ、分かんないけど教えよ、うん、ちゃんと練習しようってことですね。そう、もう100%決められるようにぐらいの2軍から、うん、だってもう得点圏のチャンスも少なくてでバントできない、はい、できなくてヒッティングかますダブルプレーになる、うん、チャンス潰すじゃん、はい、打てないのは仕方ないけどやっぱこういう細かいことをできるようになっていかないと、はい、そもそもの得点圏打数を広げていけないじゃん、はい、まあ、ここだねまずは。そうですね、うん、まずはこういうとこからやっていかなきゃいけないんだよ、はい、でもこんなに調子いい人が一人もいないとは思わなかったな。それすらやばいよね、うん、調子いい人いないのに、はい、チャンス作るののチャンス作り方も下手って、はい、それどうやって点取んねんみたいな。そうですね、うん、で、はい、あの防御率、はい、3.20、うん、パリーグワーストです。あれあの先発防御率ちょっと前まではめっちゃ良かったはずなんですよ。先発防御率 2.86 は、はい、パリーグ2位です。あ、やっぱ先発まだ今のところまだいいですか。で救援防御率、うん、3.84、はい、ダントツドベです。だからそうなんですよあの開幕前って結構課題は先発って言われてたんですよね、うんうんうん、ちょっと高齢化してるし、うんうん、数もちょっと足りないかもって言われたんですけど、うんうん、なんなら先発は、まあ、早川状態いいからね。そう、まあ、ハウラートップだから。そうですよ、防御率トップですからね、うん、で竹中もねちょっとロッテ戦やられちゃったけどノーヒットノーランチャンスもあったしね、うん、まあ、マー君はいいも悪いもあるけど、まあ、まあ試合も作っていくし、則本もいいも悪いもあるけど、まあ、まあ作っていくし、両手でまとめる感じなんで、うん、でリリーフ終わってます。そうなんです。だから松井裕樹につなぐのがもうボロボロです。だって松井投手防御率 0.00 だけど、うん、試合数あんま投げてないですもん。でもう一つの問題点言って、はいはい、もう一つの問題点、うん、クオリティスタート 51.28 と、うん、パリーグ3位で、はい、だから先発のクオリティスタートはめっちゃ頑張ってます、はい、なのに、うん、リリーフが落ち込まれます。そうなんです。だから先発が頑張れてないわけで長いイニングをしっかり投げれてるんだよ、はい、でもよ、うん、ここで問題あります、はい、パリーグ唯一完投完封ゼロです。あ、確かにそうかも。滝中投手惜しかったけど最後変わっちゃったし、うん、だからそのクオリティスタートはいいけども完投はしませんなんだよ。そうですね、完投する能力をもうつけていくしかないね、うん、まあ、でもそこが引っ張ろうか先発。そうですねでもそれが最初にやっぱり開幕前に言ってたちょっとこう高齢化してるっていうところも。でももう岸もいなくなってんじゃん怪我して。確かそうですね、うん、だから私早川投手滝中投手まだ若いからな、うん、だから早川とか滝中とか、うん、あと庄司、あ、そうですね、出てきたし、うん、もうちょっと8回ぐらいまでいっちゃうか。いや、ま、松井直結で、うん、だからまあもう接戦で明らかに球数向きで状態あるや変えてもいいけど、はい、そこそこだったら、うん、もう8回までいっか。で、あの、ま、もうせめて7までいったら、うん、内投手とかいいんですよ内清流投手ね結構1点台で結構投げて頑張ってるので、で、内松井とかでいけたら、うん、ちょっといいかなっていう。だからもうちょっと7回マストやな。そうですね、引っ張っていく。いや今、変えるためにはよ、はい、この現状をね、うん、まずは、はい、その目先の交流戦っていうところを考えるとね、うん、で、あの援護率が 2.76 と、はい、ダントツ最下位です、はい、だから援護点ないです。だって則本投手なんて4試合援護ゼロだったんですから。うん、だからそこだな。そうですね、先発なんとか頑張って。そう、先発頑張ってんですよ。あとね、フォアボール多いね。あー、でもそうなんだ、うん、ちょっと出しすぎ、うん、フォアボール、そういったところではここやな、はい、
もう課題は、うん、先発とにかく頑張って、はい、最低7回、うん、できれば8回、はい、松井直結で、はい、で打つ方は、はい、もうちょっとバントしたんでしょうか、はい、そういう作戦面、もうすごい細かいところからですね、うん、この前もね、うん、スクイーズピッチドアウトはしなかったけど、はい、その後してジャック外れたやつ回を当ててるのに、うん、太田当てれなかったからね、はい、そういったちょっと細かいところね、うん、ミスがこうやっぱりね負けに繋がったりしますからね、うん、繋がるからね、だからそういったところも、うん、あと最近ちょっとね、はい、勝負どころでエラー多いよ、あーそっか、あとワイルドピッチとか、はい、ありました、あーめねめっちゃ多い、だからね点取れないのに、うん、ミス多いだよ、バントとか、うん、エラーとかワイルドピッチとか、エラー数はどうですか今、うん、エラー数、エラー数はね21個で3位、あの3位か、うん、でも1位ハム29、2位西武23で21だからね、うん、ワースト3位か、うんうん、だからもうちょっとミス減らそう、そうですね、それがまんまと失点絡んでいってるからね、フォアボールの多さとミス、はい、だ無駄な失点出してるね、うん、で細かいことできないみたいな、そうで点取り返すことがやっぱりできてないので、だからまあまずやらなきゃいけないのは、うん、バントね、はい、で作戦面ちゃんとやって、うん、キャッチャーのブロッキングもうちょっと練習させようっていう、うん、でピッチャーはできる限りならなく、はい、そこれをちょっとポイントにね、はい、ちょっと明日から見ていきましょう、はい、でも打線が徐々に状態上がってくるのをもう期待してます、そうだね、はい、もうそれそこしかないね、はい、それカバーできないと上に行くことないから、ね、いけないです、とまず目先の勝利としてはそこら辺でね、はい、頑張れ、うん、次中日、はい、借金14、はい、もう14までいったんですね、チーム打率、うん、2割4分、うん、5位です、はい、チーム防御率、うん、2割 2.99、うん、2位です、はい、でもよ、うん、ちょっと中日、うん、危ない傾向が出てます、危ない傾向、打てへん打てへんってみんな言うじゃないですか、うん、ちょっと状況変わってきてるでしょ、お変わってる、良くなってきてる、先発が個人は別として、はい、全体的に試合を、作れなくなってきてます、あそっちの危ないですか、防御率 3.39 と、うん、ちょっと上がってます、うん、先発防御率がちょっと、はい、うん、でもリリーフは 2.30 ともうすこぶるいいのよ、うん、だからまあこれね、はい、一番の問題はね、うん、じゃあなんで先発がちょっと防御率が上がってきてるかっていうと、うん、もう初回からきついのよ、うん、もう俺も経験したことあるから分かるけど、エゴ点だ、行っても取れちゃダメ、うん、もう初回から無失点で、はい、完封で、うん、いやそれはきついって、いや私これいつも毎週木曜日プライドニュースで、で毎週木曜日に柳投手投げるんですよ、初回ボールばっかりね、はい、あのそりゃそうだよ、もう甘くいって打たれちゃダメだから厳しくコース行こうぜって言って、はい、あんなの柳のせいでも何でもないのよ、はい、打線の援護が、うん、あの見込まれないから、うん、初回から無失点で行こう、初回から9回の完封間際の1対0のピッチングしてるからね、うん、で自分で結構援護打ってそうそうそうだこれもね、うん、ちょっとそこが心配なのよ、はい、その良さがストロングポイントが、うん、打線の援護のなさで、はい、このウィークポイントに変わりつつあるっていうところがちょっと心配だね、ドラゴンズは、そうですね、うん、でね、この基本塁打も20本だからホームランとかも打たれてないのよ、はい、投手陣はめちゃくちゃ少ないのよ、うん、基本塁打、はい、で被安打もあのセリーグナンバーワン打たれてないの、うん、でもフォアボール、はい、120個でセリーグ1位です、え少ないとこどのぐらいなんですか、ん少なかった78阪神、うわ全然違う、それなんでか知ってる、うん、さっきも言ったように、はい、甘くなって取られちゃダメだから、うん、厳しく厳しくって言ってフォアボール送られてくるんだよ、うん、きついのよ投球が、そうですね、もう援護ないから取られちゃダメやっていうところがこう数字でも出てるわけよ、出ちゃうわけですね、うん、で失点とかめちゃくちゃ少ないのよ、はい、でもあのもうリリーフいいから完投とかもないのよ、うん、でリリーフよろしくで、まあ、リリーフいいからね、はい、いいんだけどね、うん、で被打率も2割2分5厘と、うん、あのセリーグで一番打たれてないの、うん、でクオリティスタート率 55% とセリーグ2位で先発めっちゃ頑張ってるのよ、頑張ってる、うん、でも援護率が 2.57 とダントツドベ、阪神なんて 4.28 だから、わおすごい4点あるんだ、うん、68点しか援護点ないから、へえ、そりゃきついよ、でもチーム打率は2割4分で、セリーグ5位、うん、打点、うん、今日現在、はい、唯一の99点です、100点いってない、うん、しかもよ、うん、5位が広島で137点だから結構約5位と40点違うんだよ、そうですね、で1位は161点の巨人だから、うん、1位と60点違います、わでホームラン13本はダントツドベです、うん、わ
出塁率、2割8分8厘、うん、これも問題なのよ、うん、唯一の3割台いってないのよ、はい、でそれなんでかっていうと、うん、フォアボール84個と全然フォアボール取れてないのよ、うん、だからもう選球眼も悪いね、はい、そういったところをもっとやっていかないと、うん、でなんとなんと、はい、犠打成功確率、はい、なんと楽天を上回る、はい、6割7分9厘と、あの3回に1回バンと失敗します。あれ楽天がいくつでしたっけ。70何パーセントです。あ、そうなんだ。で代打成功率、うん、1割6分7厘と、うん、代打陣も弱め、うん、でバンドも成功できない、はい、でフォアボールも選べない、うん、エラーはどうですか。エラー、32個とダントツ1位です。あ、多いんだ。だからよ、うん、これがちょっとね、うん、だから攻撃陣がバントもできない、うん、フォアボール選べない、で守備でエラーする、うん、で無駄な失点、うん、でエラーすると防御率は上がらないから、うん、防御率いい割に勝ち点数が多い、はい、でフォアボールたくさん出しちゃう、ね、フォアボールたくさん出しちゃうっていう、うん、だって大体他のチームって失点取りできてるの差って10点ぐらいなの、はい、阪神も失点115、自責点105、うん、だから10点じゃん、はい、中日失点135、自責点117、うん、17点あるからってことはエラーとかで、そうそう、無駄に取られてるっていう、うん、中日の今すぐ改善した方がいいのは、はい、まずは楽天と一緒 の、はい、あのバント、うん、ちゃんと教えよう、はい、そこをしっかりできるようにしようと、まうん、はい、だって60何パーセントって3分の2しか成功しないって、うん、だいぶ問題あるから、はい、うん、あとやっぱエラーは、うん、これは防いでいかないと、うん、ちょっとあの無駄な失点多すぎます、うん、あともうピッチャーに気持ちは分かると、うん、でも3点ぐらい取られてもいいから頑張ろうって言いたいけど、うん、はい、だったら勝てないじゃんってなるから難しいよね、うん、そうですね、うんうん、でランナー出すけど得点入んないから、うん、作戦だね。そうですね、でも作戦してもギター成功しないからね、うん、そうだって3割打ってる人は何がいるんですか。 いるよ、細川選手もそうだし、そうそう、福永選手もすごい調子いい、ね、こんな言い方したらあれだけどね、うん、あの楽天より個人は打ってるからね、はい、全然打ってますよ、ね、うん、まあ、まずは村松ね、これ満塁ホームラン打ったし、うん、2割6分9厘、うん、ね、石川、うん、2割7分9厘、はい、ね、福永、はい、3割8厘、細川3割1分6厘、そうなん、ね、大島2割7分5厘、うん、岡林、うん、2割6分1厘、うん、なんで点入んないの逆に。あの結構いい打率ですよこれ。めっちゃな、はい、なんで逆になんで点入んないのねえ、うん、楽天の打率ちょっと見てくださいってぐらい、うん、こんなに個人としては打ってるんです、打ってるのに、はい、点入んないって繋がらないってことですか。まあ、繋がらないっていうのと、もうあとはもうそしたらもうあの泣かぬなら、はい、泣かせてしまえして、うん、作戦しまくりっていう、はい、でも作戦成功しないんでしょ、はい、うん、だからとまずは作戦成功しよう、はい、あの決められたことは、うん、結果残すとかいうよりバント、うん、エンドラン、うん、そういうのはしっかりしよう、うん、あと何でも打ちに行くんやめよう、はい、選球眼よく、うん、やっぱりそのあのねここまで見ていて、はい、中日ね積極的なのよ、うん、積極的なのはいいのよ、うん、でもそれ多分狙ってなかったよねっていう積極性の中途半端なバッティングで初球からアウトになることあるんだよ、はい、だからもうちょっと積極的性なのはいいけど、うん、何でもかんでも振んないよ、うん、もうちょっと絞ろう、はい、あのコースとか、うん、球種とか、はい、打率いいんだからね、うん、でそれでやっていって勝負どころになった時に、うん、もし待ってても点入んなんだったら、はい、作戦しよう、はい、もしくは打順変えよう、はい、うん、思い切って、はい、固定概念やめて、うん、こううまく流れるようにね、うん、ちょっとやってみよう、うん、っていうところが大事かな、はい、あと勝負どころでピッチャーの代打行った時に打たへんからな、うん、あ代打成功率悪い、うん、加藤翔平何でもかんでもがつかないで頑張れよ、たまに打つんだからね、まあ、リリーフいいわけですからね。そう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 、うん、だからやっぱ先発がね、うん、援護ないからって初回からキツキツっていうのはきついから、うん、はい、そこら辺のちょっとメンタルケア必要だね。そうですね、先発の、うん、もうちょっと余裕持っていこうっていうね、うん、あとはもう打順を組み替えるか、うん、あとは作戦だね。そうですね、だから楽天と中日にどっちも言えることは、はい、作戦成功率悪い、バント特に。そうですね、うん、バント成功率が悪いわけですからね。で楽天なんてバントできなくて打ってゲッツーだからね、はい、だからそこを補うだけでだいぶ違うと思うんだよ。ゲッツー数も一番多いんですもんね、うんうん、正直ね、はい、そこ変えていきたいね、うん、だそれをちょっと、うん、視聴者の皆さんは、はい、それを念頭に置いて、
あの明日からの試合、はい、この楽天中日戦見ていこう、はい、そしたらね、だからってなるかもしれないし、はい、お変わってきてるからいけるんちゃうかと思うかもしれないから、うん、そこちょっと確認しながらね、作戦ミスなくきっちりで、そうだね、特にバンドとか、バンドとか、まあ、特に2軍からちゃんと教えよう、はいね、あとあのね、いろんなところで俺が言うと、はい、なんかあのそんなの本人たち分かってるよっていう人いるのよ、うん、言わなくたってみたいな、はい、大谷翔平の時だってなんかスイーパー打たれてるからとか、ね、はい、そんなの言われなくても本人が一番分かってるよって言うんだけど、うん、俺は本人に言うために言ってないからね、はい、そもそもあのよく勘違いしてんだよね、うん、俺はあのファンの人とか視聴者の人とかに、はい、そういう傾向が出てるから、うん、そういう見方ですよっていう、うん、ファンの人たちにとか野球知らない人とか、はい、野球まだライト層とか、うん、視聴者の皆さんに今こうなってるのはこういう状況なんだからですよ、うん、だからこういう風に改善していると良くなるかも分かりませんよっていうのを、うん、視聴者の皆さんに言ってるのに、はい、本人に言ってるわけじゃないからね、ね、よくなんか勘違いする人いるよ、うん、そんなの言われなくても本人は分かってるよって、うん、いや本人に言ってないからそもそも見てないでしょ、そうですね、視聴者向けですからね、まあ本人見てるかもしれないけどね、まあ、見たらね、うん、そういう見方もありますよって思ってくれればいいけどね、うん、はいはい、ということでね、まあ、これをちょっと見てちょっと明日以降、うん、ちょっと見ていけばね見方も変わると思うんで、ね、私結構今あの中日ちょっと仲間意識というか、うん、あの同じ最下位じゃないですか、うん、だから中日も頑張れと思ってすごい見ちゃうんですよ、そう、はい、だから楽天ファンと中日ファンの皆さん頑張りましょう、応援し続けましょう